コードは、四五の唯一の女神であり、中国道教の最高位のすべての土地を主宰する、地母神。大地やマカは、恩名と生育を司る母書の守り神であり、主に女性や死は、影と位置づけられることから、母書の神は、女神となった。上皇神や、土地屋と共に、土地の守護神の一種に位置づけられていた。大地を司る、女性神で、 古代の土地崇拝と関係があり、民間では俗に、高度、上々と呼ばれる。宋の新衆、大中幸府5年7月23日には、高度が高度高知儀に、その後の人宋には、上天高報高徳光を置き先ど高知儀に封じられた。三世を補佐する四五の一柱で、玉光大帝、守備大帝、天皇大帝に次ぐ四番目の天帝としてくらい付けられている。 天神地義や、高天高度という言葉があり、天界は、玉光大天尊、誓いは、高度高地義が主である。土地の神の中では唯一、女神とされているが、これは、中国の自然哲学、恩陽五行説の考えに基づき、男女と生死はそれぞれ人影に分けられるとされている。五行思想それぞれに神を排し五行を司る神で、あり、木の神は、九方、火の神は、 宿友どの神は高度、金の神は俗衆水の神は厳命。方位を東西南北中央に分けるが、中央は土に通じるので、土の神でもあり、その御門は皇帝、その助は高度その獣は横領。遥か昔に、神皇の後栄、皇帝を補佐したとされる。玉区主劇によると、皇帝、上場の単身は、 陰暦3月18日と記載されている。本来はオ神であったが、後に、地母神のイメージと混同されて、女神と思われるようになった。なお、公の字には、王妃の他に、男性の君主、帝王という意味もある。また同郷では天を日、地を、影、男性を日、女性を影と見る、陰陽説的な見方から、天神を、オ神、地義を女神と考えるようになった。 ありがとうございます。